こんにちは、銀ゴリの小池です。今日もですね、小立がちょっと家でね具合が悪いんで、一人なんで、今日カメラマンは、銀ゴリのマドンナ、小木さんに撮っていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マドンナっても自分より年上です。まあ、それはいいんですけど、この間ね第1回、ジュニアの、ね、ためのジュニアって言っても一般のゴルファーもねビギナーの人と一緒です。練習の仕方とか基本、ね、もっと大きなことで言えばプロだってね練習してる内容っていうのはほとんど変わんないです。なのでまあ今回も練習方法に飢えてるジュニアや一般の人たちのために練習方法、そして最後宿題を出したいと思います。で今日はですね、この間サンドウェッジをねやったんで、今回8番アイアンやります。いいですか、おじさん。はい、お願いします。はい、で練習方法なんですけど、まあ普通にまあね自分の課題で練習しててもいいんですけど、たまにね飽きてきたらねやってほしいことがあります。これはもうみんな、これもねプロもみんなやってることです。で上手い人みんな大体できます。で何をするかというと、片手の力、片手の練習。片手小木さん打てますか？うん、やったことありますか？右手ならできます。右手ならできる。はい、あでも当たらないかも。じゃあちょっとやってください。無理です。まあ、あの当たる当たらないっていうのもあるんだけど、結構ね片手打てるよっていう人いるんだね、やっぱり。で片手で打てるっつってもやり方を間違えたり練習方法を間違えると、もうこれはこの間も言ったけど下手かたない全然練習にならないんです。なのでまず正しい片手の打ち方、まず左からいきましょう。でこれは両手でも一緒なんですけど、必ずアドレスを取った状態から始めてください。片手でーすってこうやって合わせて、これでも当たってなんか打てた気になっちゃうんだけど、これダメ。右で打ちますってこう上げて、まあ当たるようになるよ、それは。だいぶ当たるようになるんだけど、正しい練習してください。まずアドレスをちゃんとしっかり取るということ、いいですか。でこの状態から左手で打つんだったら、左手で打つんだったら右手を打つ。でこれで左手で打つわけですけど、手で一番多いのはね、手で上げて手でこうやって打っちゃう人、今やったやつですね。これをやるとあまり意味のない練習になってしまいますので、必ず両手さながらに左手一本でも、ゆっくりだと厳しいけど、グッと入ります。そしたらここでね、左手を止めて右手をちゃんと持つ。あ、いつもと同じ場所だ。これを確認できるようにします。それでそこから下半身を使って今の状態から、いいですか。今が左手です。まあ右手も同じことやります。右手の練習も右だからってただこうやって打ってみてもらって、ちゃんと両手でアドレスをした後に右手、左手を後ろにやります。で右手を上げていくんだけど、これも手でポンと上げないで、今みたいな体幹使って体で上げていく。でこれがね、適当に当たるよってやる人、一番右手こうやって伸びてほしい。そうするとこの状態だと左手が届かない。じゃこれも全く意味なくて、ここからまた手で打つよ。なので必ずこの状態から一応左手を確認、届くところを確認しなさい。でそこから下半身使ってこの練習、別にね、飛ばす必要ない、全然。スピードを、ね、つける必要もないので、なるべく一番重要なのはやっぱり力で打たない、体幹を使ってうまくプレーに乗せてボールをかけて、プレーに乗せて左でも一緒、うまくプレーに乗せて、でこれが外れると打ちやすく感じるんだけど、こうやってやるとものすごい腕に力が入るので、必ずこの状態で体幹に上げて下半身からリードして
体幹が動いてるんで、グリップ、シャフト、それで最後にヘッドが来て、動けるようにしてください。いいですか？僕さん、いつも片手で打ってる時って、ちゃんとそうやってやってます？やってません。やってないでしょ？全然やってません。みんな大体そうです。片手で打てるよっていう人いっぱいいるんで、ね、腕力。やっぱりこれはね、ちゃんとあの片手でやる意味っていうのは、結局、手で打たないってこと。右で打っても左で打っても同じようにプレーに乗せて、プレーに乗るってことは力で打たないってこと。いいですか？これをちょっと練習で、やってみてください。多分質問、はい、質問してください。片手だとクラブ重いんですけど、はい、そうなんです。今の話聞いてないですね。体って言われても手で上げようとすると鼻水出ちゃった手で上げちゃうとね、やっぱ重い、ね、でしかも手で上げるとちゃんと円形でこうやって上がらないことが多いので、例えばこっちずれてくるとすっごい腕に力ですよ。でもここに来るといわゆるいつもね、小田で言ってるけど全然大丈夫じゃない。体でクラブをこうやって動かして、そうするとあまり力いらないです。でどうしてもね、なんか重く感じる人はね、短く持てばいいだけなんですよ。あ、短く持って短く、これでいいですか？短く、そう、短く全然重さ変わんない。ただ慣れてくれば、これ腕力じゃないので全然ちゃんと体幹だけ手で上げない、このまま体で動かせるようにして、いいですか？はい、まあ、今の左手と右手のちょっと映像を見てみましょう。まあ、普通に、両手でやった時と同じような感じで、テイクバック、まあ、ライン、ほぼライン上ですね。で手だけじゃなくて体で上げるようにして、そのまま今度は下半身を使ってダウンスイング入ってきます。で手から降りてきちゃうとやっぱ外から降りてきたりするんですけど、下半身使って下ろしてくると後からクラブがね、グリップがついてきて、そして重い、一番重いヘッドが最後に降りてくるので、自然に構えたところのプレーに対してヘッドが降りてきます。この時余計な力が入っちゃうとヘッドが、まあ、暴れたりとかねして、キャスティングしてヘッド投げる動きになってしまうので、あくまでも下半身で、まあ、腰、体幹で引っ張ってきてインパクトまで持ってくる。でその後はそのままクラブの打勢と腰の回転、体の回転と一緒にフィニッシュまで持ってきます。はい、これもですね、上げるときは、体幹を使って、あまり手とかヘッドとか使いすぎてクラブインサイド入ったりとか しないようにして、このまま、体幹で肩そして腕クラブを一緒に動かしていくイメージ、それでずっと上げていきます。でここでクラブが、少し上がったところよりも低い状態になりますね。いくらか低くなってプレーンに乗ってきます。でここから下半身、体幹を使って引っ張り下ろしてきます。なのでここでもね、同じように右手と同じようにヘッド使ってしまうとプレーンずれてしまうので、あくまでも腰、下半身で引っ張ってきて腕
グリップ、シャフト、ヘッドと順番に乗ってくるとプレーンに乗ってインパクトまで行きます。その時ね、腰が伸びてしまってもやっぱり手が浮いてしまったりするので、あくまでも前傾角度をキープしたまま打っていく。でその後はクラブの打声でカードの回転と一緒にフィニッシュまで持っていく。そうですね、まあ、ポイントはやっぱり手で動かすというよりクラブはでんでん太鼓のように下半身、体幹を使って振っていく。そうすると、まあ、一つの円盤のように円の中でクラブが正しく動くと思います。